Space Monkeys TV。 はい、ウェルカム Space Monkeys TV へようこそ。サルです。今日はですね、釣りへ出かけませんでした。今日はですね、ここから撮影していこうかなと思います。釣り屋さん行ってきました。なんでかと言いますとですね、この春もう一つチャレンジしたい釣りというのがありましてね、それがね、シラウオパターン。皆さんもご存知している方もいるかと思いますが、霞ヶ浦北浦の方ではね、シラウオという魚が、湧いてくるわけです。それを狙った春の定番の釣り、これをちょっとね、まだ実は僕は体験したことがなくてですね、このシラウオパターンにちょっとチャレンジしていこうかなと思います。ということで本日はそのシラウオパターンにいいんじゃないかなと思うルアーを数点買ってきました。プラスこんなことを試してみたいなというその仕掛け、リグ、いろいろ考えたり、いろいろ教えてもらったりして、買ってきました。それでは早速見ていきましょう。さあ、今回購入されたのは一体どんなルアーであるか、早速見ていきたい。さあ、やっていこうと思います。今日購入しましたらこんな感じ。 OSP の HP シャットテール、いつもは 2.5 インチだけど今回は 3.1 インチ。次がこれ、そのシラウオパターンを知る人に聞いたんですが、俺はシザーコームの3インチのこのシラウオカラーを使うよということで勧められて購入してきました。そしてもう一個はこれ、メガバスハゼドンシャットのシラウオカラー。これ結構この色珍しい。これを購入してきました。で、一つのリグとして考えたのがこれ、スモーラバ、スモールラバージグ SS、 これダイワで、こっちが今勝のニューアベラバ。まず一つ目がこれ、スモールラバージグ SS に、HP シャットテール 3.1 インチ、ちょっと頭の部分だけをカットしてつけて長さを調整した感じですね。これ良さそう。で、次がこれ、ニューアベラバとハゼドン3インチ、巻いて使う、スーッと走らせて使う、これもスーッと走らせて使う、そんな感じですね。次、続いてはこれ、ジグヘッドにこちらシザーコーム3インチ霞シラウオから、これをつけてみたいと思います。はい、こんな感じになりました。これをですね、ミドストという釣り方、スピングリールで投げてちょっと軽くこう竿先揺らしながら一定のスピードで巻いていく、そんな感じのやり方ですね。これを水面の、引き波が立つぐらい、もしくはそのちょっと下あたりをやってくると釣れますよというふうに聞きましたんで、やりたいと思います。楽しみで、次、はい、次はこんな感じ。今 HP シャットテールとハゼドンの方にオフセットフックの1をつけてます。10か、10のオフセットフックをつけてます。で、こちらの糸重りを使います。だいたいこの小指の第1、2関節ぐらいの長さにしてます、自分は。はい、こんな感じになりました。これで重りをつけることによって、投げてポチャッと入ってスーってただ巻くだけの釣り方なんで、この重りがつくことによってバランスがすごいよく取れてね、こうくるくるで回転しちゃったり横にね、こう倒れたりしちゃうんですよね。この重りをつけることによってその動きがしっかり安定してまっすぐスーッと走るようになると、そんな感じですね。ということで、この3つのパターンのリグを使ってシラウオパターンというやつにチャレンジしてみたいと思います。もうちょっと暖かくなって4月の終わりか5月までできるのかな、このパターンの爆釣を1回味わってみたい。爆釣まではとはいかず1匹取ることを目標にやっていこうかなと思います。ということで、以上、今回のルアー3つとリグのタイプの動画でした。